どうやら。そうね。よく聞け。おお、何の余興かな。まったく指導様は我々を飽きさせないね。ほんと、この船に乗っている限り私たちは永遠に勝ち組ですものね。なんだこの連中、今のを見て警戒を抱かないのか。指導の船に乗れたことでもう自分たちに危害を加える者はいないと思ってるんでしょ。危機感のない野郎どもめ、そいつが飛んだ泥船だって分からしてやるぜ。正体を見せろ。こっちが有利だ。焦るなよ。無理かいだね。どきなさい。ラッキー割りの強力的な全滅。さあ、ノアール、次に行きましょう。さて、力の差が実感できる戦いだったわね。宝箱があるよ。ねえ、正体を見せろ。お疲れさんだ。力が湧いてくる。さて、あれ爆笑すぎた。
正体を見せろ。チャンスだ、抱きしめろ。いただいていく。いいだ、さすがジョーカー。やれ、やってみる。次行けば、次やるから。かけろ、ヨハンナ。大したことなかったね。正体を見せろ。次に行こう。よし。このぐらい楽勝だよ。暴いてやる。追撃成功。これで負けたら承知しないからな。まだ終わらないぞ。セルトだ。かけろ、ヨハンナ。クイズだ。動かないだ。やる。なんだこりゃ。よし。うん、楽な戦闘だったわね。このでけえ扉怪しいだろう。先に何があんだ。カードキー刺すみたいな穴ある。すげえ、5個もある。何か聞こえるぞ。反対者対応のため、本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。シドの声か。可決？何やってんだ。
ここが見た目通り議事堂なら、最深部にあるのは本会議場でしょうね。本会議場？ニュースでよく映る大きなホールよ。ああ、あれな。了解。で、中で何してんの？指導が何を提言しても反対ゼロで満場一致。多分そんな無意味な投票よ。味方ばかり入れて好き勝手しているのね。入るにはどうすればいいんだ？カードキーを見つければいいのか？指導の取り巻きになるとか、忠誠を誓うとか、そういう資格が必要なのかもな。要は味方の証明がいるってことか。切り替え早いわね。けど資格ってなんだ？聞いてみる？船にいるお客さんに。その発想はなかった。聞くのは悪くないんじゃないか。ここの客は指導が考えてる認知上のそいつだ。当然指導が握らせた秘密について知ってる。確かに一理あるわね。だがあくまでもここの主は非道な指導正義だ。ドイツが化けて暴れ出しても不思議はない。そっか。そうだよ、襲ってきたりしない？もちろん覚悟は必要だけど、話くらいできるんじゃないか。この船は多分生き残る価値を指導が認めた奴らだけ乗せてる箱舟だから豪華な客船なんだ。それなら話もできんバカは乗ってないだろう。情報収集くらいは期待していいかも。それにみんな仮面で仮装してるのも好都合。この格好でもギリギリ混じれそう。誰も他人に素顔なんて見せてないと思ってんだろうぜ。自分自身と同じようにな。ならみんな手分けして聞き込みを。さてと。近くにセーフルームがあるかも。
か。しかし驚いたな、このパレス。認知症のお客がどいつも本当に人間そのものだ。前のカジノも見た目は結構リアルだったが、今回の客は正直話した程度じゃ見分けがつかん。確かにな。主の観察眼や洞察力がズバ抜けてるってこった。シド、強敵だな。ビビんなって。別にビビってねえ。普通に話せんなら作戦立てやすいって思っただけだ。よし、各自が集めてきた情報をまとめるぞ。なるほどな。そうね。どうやら聞いてくれ。聞いて聞いて。グフフ。よく聞け。ダメだ。5人分のプロフィールとか頭入んねえ。私も2人目くらいまでしか。ジョーカーどう？マジ？さすが。相手は5人。政治家の大江、旧家族、テレビ局社長、 IT 企業社長、あとトラブル処理役。そいつらからお墨付きをもらって紹介状的なカードキーを手に入れる。ただトラブル処理役だけは他の4人が片付いてからだったな。すごっ、さすが天才児。 VIP の情報が分からなくなったら双葉に確認しましょう。ならちゃちゃっとやっつけてこうぜ。ねえ、
だな。よし。よし。さてと。
奴は今までよりもっと苦しむことになる。それを何とかするのが俺たちの使命ってやつなんじゃないのか。前に一回お前に聞いたよな、影のヒーローって地味だよなって。今は結構逆だなって思う。影のヒーロー上等じゃねえか。あのさ、俺指導を改心させたら、あ、いや、なんでもね、忘れてくれ。指導、必ず改心させようぜ。俺にできることは何でもやるからさ。話聞いてくれてありがとな。じゃあな。よ、
はいはい、静かに。いいのか、こいつここにいさせて。事情知らない囚人の生徒とか来たら面倒なことになるんじゃねえの。いいからいいから。いらっしゃ。だから言ったじゃねえか。いや、これでいいんだ。先輩、そっくりさんとかいうお家じゃないですよね。よくわからないけど、夢じゃないですよね。どうだ、我が輩からのサプライズってやつだ。我が輩が双葉に頼んで、で、私からリュウジに伝言を頼んだってわけだ。お前疲れてるだろうから、ちょっと日を明けてやったんだぜ。よかったです、本当によかったです。全然聞いてねえ。事情は知ってるみたいだな。まあ、立ち話もなんだから座りなよ。俺はちょっと買い出ししてくる。あとは若い者同士でやんな。吉沢さんか。あ、初めましてだな。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さくらさん、敬語を使うのか使わねえのかはっきりしろよ。うるせえ、人見知りなめんな。その前にパレスでこいつを助けてくれたってモナから聞いた。私たちも感謝してる。いえ、普段は私の方が助けていただいてばかりなんです。必ず恩返しするって約束もしていたので。なんという丁重な返し。本当に私と同い年か。そういや、一つ聞かせてくれ。なんであの日吉沢はパレスにいたんだ。それは私も気になってた。リーダーが助かったのはもちろん感謝してるけど、作戦のことが漏れてたんだとしたら今後の動き方にも関わる。一週間くらい前、学校の屋上でお二人とお昼を食べた時。おい、あさっては。きっとその日に何かあるなって思って。すみません、実はずっとついてってました。尾行されてたってこと。全く気づかなかったぜ。誠とは大違いだ。前から考えてたんです。私にも力があるなら先輩と一緒に戦うべきなんじゃないかって。部外者の私がとも思ったんですけど、どうしてもじっとしていられず。普段先輩に助けてもらってることを考えたら全然ですよ。あの、やらなきゃいけないことまだあるんですよね。それなら私も手伝った方が。そりゃ戦力が増えんのはありがたいけどよ。先輩、いえ、ですが。正直言って、今度の敵はいつもよりはるかにヤバい。吉沢にもどんな危険があるかわからねえ。それに今の状況も元はといえば我が輩たちの蒔いた種だからな。申し出は嬉しいが、これ以上は巻き込めねえよ。お前はお前で
やるべきことがあるんだろ。これ以上言ってもわがままになっちゃいそうですね。わかりました。でしたら待ってます。ですが絶対に無事で帰ってきてください。もうあんな思いは嫌ですから。信じてます。そろそろ行きますね。今日も練習なので。それじゃあまた。やるか。